パーソナリティの宮吉です。はい、なんだです。ヌヌピンラピン。はい、はい。では、本日も始まりました。すいません、ちょっと乱されてしまいまして、はい、本日も始まりましたサブカルって何なの。この番組ではですね、沖縄県内のサブカルイベントの情報やお店のゲストさんを招いてサブカルについて発信していく番組となっております。はい、この放送収録放送となっておりまして、今週生配信ツイキャスで配信中です。コメントお待ちしております。はい、この番組の提供は、沖縄市高原十字路近く小菓子とともに42年春風堂の提供でお届けいたします。ということで、はい、皆様ハッピーハロウィンでございます。イエーイ、イエーイ。あの、アトリート、トリコアトリート。はい、あのルルピーうるさい。ちょっと、あの、過去一ふざけた放送になりそうで、ちょっと不安なんですけれども、本当に、皆様すいません。あ、ちなみに、今日ハロウィンということでですね、あの、パーソナリティ、ちょっと雰囲気を、ハロウィン感ある、あの、仮装だったり、こう、背景をね、ハロウィンっていう感じにしておりますので、うん、動画でもぜひ見ていただけたらと思います。ぜひ見てくださいね。はい。ゆるさん、張り切ってます。張り切ってます。すごいです。何か、あの、告知とかある方はいらっしゃいますでしょうか。お、ナナちゃんどうぞお願いいたします。はい、来たる12月なんですけれども、うん、私アイドルイベントに参加します。おー、すごい。びっくりだね。すごくびっくりだねっていうのがありまして、もうめちゃめちゃアウェイ、あの、本土からいらっしゃるアイドルさんたちと一緒にイベントするんですけれども、うん、本当にもうぜひとも地元の方の応援が欲しいところなので、応援しに来ていただけたら嬉しいです。新曲、盛り上がる曲、みんなが知ってる曲、一曲持ってこようと思っております。よろしくお願いします。やったー、ありがとうございます。じゃあぜひともアイドルイベントということで、奈々ちゃんを応援したいと思いますので、ありがとうございます。では、他にルルさん告知などは大丈夫でしょうか。ルーマ祭り出してますね。で、あの、週末なんですけれども、うんうん、今度ね、ニコ町があった場所では、北中城城跡のところでしたっけ、カツレン城跡です。だって、うるま市のカツレン城跡で、カツレン城跡、池袋ハロウィンナイツが沖縄で開催されます。すごい。11月5日6日、もう本当に、ネット雑誌で一度は見たことあるレイヤーさん、もうフォロワー数だけでも日本の人口を超えてます。すごい。その人たちが沖縄に、わけあるかいって誰か言わないの。沖縄にということで、あ、すいません、はい、ハロウィンイベントもあるということで、ぜひとも、はい、ルルさんが背景の動画して顔だけ浮いてて面白いですが、すいません、皆様、あの、コメントですね、どしどし、あの、はい、お待ちしております。ゲストさんへの質問もどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。では待ちわびているかと思います。早速ですが、あの、ゲストさんお呼びさせていただきます。本日のゲストさん、ミレイナから、ナミさん、レイさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、一生笑っていらっしゃる、優しい。もうしょっぱなから面白すぎて。あ、本当ですか。もうよかった。あの、打ち合わせの時もずっと笑ってくれて、スタートしてる時も頑張って声こらえて笑ってるんだなっていうのが伝わって、本当にありがとうございます。今日は楽しんでいただけたらと思うんですけれども、はい、適でいい、はい、よろしくお願いします。では、あの、ちなみになんですけれども、視聴者の皆さんに、あの、普段どういった活動をされているのか、あの、ナミさん、レイさん、それぞれ、あの、自己紹介をお願いしても、グループの、あの、ユニットの自己紹介でもお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ナミと申します。レイと申します。2人でミレーナです。よろしくお願いします。イエイ、お願いします。ミレーナさん、やった。普段はイベントで踊ったり、あとは動画を、あの、アップして、あの、まあ、YouTube とかニコニコ動画とかでダンス動画、踊ってみた動画をアップして、あの、活動をさせていただいてます。大丈夫です。つぼっちゃって、もうなんか会話が。ありがとうございます。あ、じゃあ歌とかではなく、どっちかっていうと、こう、パフォーマンス、ダンスだったりっていうところが重きっていう感じなんですか、ね、うん、そう。このお二人、めちゃめちゃ仲良しですね。すごい。怖い。ありがとうございます。ミレーナさんは、ちなみにこのユニット名は、あの、ナミさんとレイさんから
来てるみたいな感じなんですか、はい、お名前。そうです。ナミレイナこっちみたいな。なるほど。入れ替えしてミレイナっていう名前。そうなんです。わあ、すごい。ありがとうございます。覚えられなければもう全然あのナミさんレイさんで呼んでください。すぐです。ちなみになんですけれども、このな踊ってみた動画っていうのは基本的にどこに先ほど配信結構上げてたんですけど、一番メインであの配信してるっていうのはどこになるんですか？ニコニコ？私のアカウントでほぼほぼ発信はしてるんですけれども、ちゃんと踊った動画とかはニコニコと YouTube とどっちも出してて、で練習の時になんかショートムービーとか練習風景とか結構撮ったりとかしてて、そういうのは YouTube に上げたりとか、まあいろいろこう動画の長さとかあの形で使い分けてます。おお、なるほど。すごい。実はあの聞いた話によると、ナンナちゃんと普段というかこうなんだろう関わりがあるというのをお聞きしたんですけれどもダンス動画とか一緒にコラボしたりとかってあったりしたんですか？あのナミさんと会ってこのレイさんとやってみたいなとか思ったりも、いつかぜひ最近あの上がったあのジェリさんのアカウントで上がってる動画なんですけど、もうナミさんのキレキレなダンスをぜひ見ていただきたいって、この二人こんなゆるふわんってニコニコキラキラってしてるじゃないですか、踊ったらめっちゃキレッキレでかっこいいんですよ。知ってますよ、ユッケさん。やばいですよ、この二人。すごい。ちなみにこのあのコラボした動画っていうのはどういう曲のどういうやつっていうのは聞いてもいいですか？あ、じゃあナミさんからあのナナちゃんとコラボさせていただいたのはあの、プロセカあの初音ミクのゲームのプロセカっていう中で出てくるあのワンダショっていう、まあ、ミクちゃんがいるグループがあるんですけど、その中 の, あの曲を踊らせていただいていて、でそれであの私とナナちゃんと、まあ、愉快な仲間たち愉快な仲間たち一緒に踊ったんですけど、あの私の担当があの男の子 の, あのキャラクターの担当だったので、ちょっと男っぽい振りをしながら、で、ナナちゃんはミクちゃんの担当だったので、めちゃめちゃ可愛くあのキラキラふわふわしてっていう動画があります。え、これはあのじゃあこのナミさんのアカウントの方から遡っていったらアップロードされてるかなっていう。あれはジュリちゃんのアカウントで上げてるからけど、みんなリツイートしてるから見れる見れる。ぜひとも見させていただきたいです。後でリツイートします。見てください。ありがとうございます。 YouTube チャンネル宮本ジュリーで出てくると思いますので、こちらの方でお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。小早川俊太郎ちゃんからコメントが来てますので読ませていただきます。はい。ミレイナの2人、今まで踊ってて難しかった曲は何ですか？これはまあお二人同時に答えていただきましょう。3 いけるかな。私がでいいですか？じゃあカウント取りますが、2人はシンキング大丈夫ですか？決まりましたか？多分。あ、いける？私もパッて出てきたやつ、ね、あ、レイさんもいきますか？では、いきますよ。揃ったら面白いね。で、揃ったら面白いですね。では、いきます。一番難しかった曲、いきます。3、2、1、はい。ミラン。わあ、すごーい。ミラン。さすがすぎる、この人。仲良し。ちなみにミランっていうのはどういった曲かっていうのを聞いてもいいですか？どういったそう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 。聞いたことあるかも。これは難しいんですか？ラランランランだってね。難しいっていうか、この体の、なんか振りっていうよりも、体をこう、どうかっこよく動かすかみたいな、表現するかみたいな、なんか振りになっていて、だから、なんか手ここみたいなのじゃなくて、雰囲気でこうなんかこうだよねみたいなずっと続いてくから難しかった。あ、じゃあ型が決まってなくても、それぞれの個人に合わせてこうなんかやるみたいな感じなんですね。そうなんかその、なんつったらいいのかな、この空気感で踊るみたいな、なんかこう何かを憑依させないといけないみたいな。カウントで撮るわけでもなく、曲のその細かいとこ撮るけど、それを誰がどう撮るかによって変わるみたいな。
だから多分同じものはもう踊れないんですよ。毎回違う、ね、そうそう空気が決まってる方ではなくても、その時のコンディションというか合わせてダンスしてみたいな感じ、うん、みたいな。すごい実力がないとできないダンスですよね。いや、すごい、ないから大変だったんだよ。続いて、お、質問がどうしたし、ルルピンからの質問ですね。お二人が結成した日は、まあ、何をきっかけで結成されたのかなと、何つながりなのかなと。二人とも、あの、うん、G シェルターの、あの、スタッフをしてまして、で、イベントでじゃあなんかダンスのなんかパートを作ろうってなった時に、黒沢さんから、うん、二人、お、なんか、やって、出るみたいな、ノリです。そうなんですか。え、元からダンスはやられてたんですか、こういう音楽とかの界隈には勤めてて、みたいな。それぞれ、それぞれ。あ、別々で。まあ、好きなように、好きな人と、好きな自由な感じがする。すごい好きなように。こっちはあの琉球っていう沖縄 の、 その踊ってみたのグループに所属していて、そうなんだ。で、私はその G シェルター界隈でこうイベントだとかそういうのに出させていただいていてっていう感じで、さらくっついたらこうなりました。琉球の U に数字の9で琉球でございます。そうです、丸の9。めっちゃ上手い人たちが集まってるグループだって。そうそう、上手い人たちが集まってる。そうなんだ、すごい。で、今になって沖縄でダンスで活動してるグループさんってあんまりいなくって、結構有名なグループで琉球さんが上がるかなと思うんですよ。すごい鳥肌ですね。でも黒沢さんもさすがですね。この2人をこうペアにして、うん、あのミレナという新しいユニットを組むっていうのが感動するなって思って、まあ、ちょこちょこ一緒に踊ってはいたんですけど、うん、もうどうせだったらもう出ればんだ、もうユニットにしちゃえばっていう。あ、そうなんです。すごい、でも2人の波長めっちゃ合ってるなって思うので、うん、本当にすごい、すごい、もしじゃあ動画を見たいときにはナミさんの方が上げている、うん、チャンネルっていうのがあるって感じです。私のところから言ってもらえれば。あ、ちなみにチャンネル名とかこうどこから飛べるよっていうの聞いてもいいですか？ YouTube で YouTube でミレーナで検索。あ、載せます。ありがとうございます。じゃあ後ほど Twitter の方でということでよろしくお願いします。では一旦 CM でございます。ちなみに YouTube の方ではナミかっこナミツンで出てきます。戻ったピーン、ヤキさんどうぞ。はい、では、続いてのコーナー行きたいと思います。エピソードワンナイト人狼のコーナーです。ピン、はい、ピンピンということで、ルース説明をナナちゃんお願いいたします。はい、ここからは人狼ゲームやっていきます。ナミさん、メイさんを含めてやっていくんですけれども、30分ずつ1人プレゼンしていきますので、この中嘘つきを探していくでください。やっぱ今週のお題はハロウィンの思い出です。それでは1番目、にゃんきちさん、用意スタート。はい、私、にゃんきちのハロウィンの思い出、それはですね、あの、沖縄で有名なハロウィン場所といえば、美浜のサザンプレックス、うん、なんだ、あそこ、アメリカンビレッジだ。そう、アメリカンビレッジに、あの、たくさん集まるってことで、その日、ちょうどあの、私も仮装してからちょっとイベントに参加したいなって思って行ってたんですよ。でも、行った時に着た服なんですけれども、ちょっとあの、ホラー系のドレス系の服を着ようと思って、注文してアマゾンから届いたんですけど、当日着てみたら、めちゃくちゃ狭くて、背中をハサミで破ってきたっていう思い出があります。はい、あの、後ろは見れてもちろん。ランナちゃん、よーい、スタート。はい、私のハロウィンの思い出、小さい頃の思い出なんですけれども、私小さい頃めちゃめちゃ母とかがあのめちゃハロウィンガチ勢でして、自分を仮装させて基地のハロウィンに連れて遊んでくれてたんですね。その基地の中のハロウィンでめっちゃ怖いんですよ。本当に子供がいけないレベル怖いんですよ。なんか、お化け屋敷のところに入って体中がなんかスライムみたいな何かでベトベトしてめちゃめちゃ怖くて、壁に人が立ってわーって順番に驚かされてくるトラウマがあります。怖かったです。思い出だ。はい、続きまして、ナミさん、用意スタート。私のハロウィンの思い出は、私あのハロウィンの時期に海外に行ったことがあって、イギリスに行ってたんですけど、その時にハロウィン、まあ、初めて外国と思って楽しみにしてたのに、イギリスってハロウィンじゃなくって、その次の日のガイフォークスデーっていうイベントの方が盛り上がっちゃって、全然ハロウィンしてなくて、
みたいな、楽しみにしてたかぼちゃがないみたいなのが思い出です。逆にね。では最後にレイさん、よーいスタート。はい、私のハロウィンの思い出は、まあ王道なんですけど、お友達と一緒に大阪のユニバーサルスタジオジャパンに行って、ホラー大好きなんですけど、ホラーナイト経験したことなくって、行きたいって言って、こう夜まで一緒に付き合ってもらい、もうそこら辺のゾンビたちに、こう、楽しそうに突っ込んでいくっていう。ああ、すごい結構怖いゲームですよ。言わんばかりに行くっていうのが思い出です。すごいなぁ。議論時間は6分間です。頑張って嘘つき人狼さんを探していきましょう。議論スタートです。おはようございます。おはようございます。これ本当嘘つきいる。この中にね、いる。難しい。なんか全員本当っぽかったね。ね、ハロウィンの思い出だからね。背中切ったらどうやっていたんですか？あ、この一応羽織るものがあったんですよ。10月に行かれちゃう。だから、もうそのドレスだけではなくて、もう切れてるから背中見えちゃうので、上から黒いなんかカーディガンみたいなのを着て、こう、うん、見えないように一応してっていう感じではいったって感じです。なるほど。うん、これね、どうなんだろう。ちなみにじゃあ、レイさんについてなんですけれども、うんうん、はい、本当は行ったことないけど願望とか。いや、あるある。あの盛り上がりはわかる。私も、でも私実は行ったことないんですよ。このハロウィン、ユニバの、ハロウィンイベント。こう、ユニバめっちゃ楽しいからよく行くけど、ハロウィンだけの期間はもう予約全然取れなくて。うん、あ、そうなんだ。だから、そうそう。何ヶ月か前からやらないといけないけど、行けたっていうの羨ましくて。そう、めちゃくちゃ楽しかったです。めっちゃ怖いって以上有名だよね。そう、光り物のグッズを買ってたら、それめがけて襲ってきてくれるので。そうなんだ、すごい。買ったりとか。襲ってきてくれるって。ね、待ってます。すごい。待って、襲ってきてくれるなのよ。ね、それ持ってなくても襲ってくれと言わんばかりに突っ込んでくる。すごい。これは詳しい。で、ちなみにレイさん、ナミさんはお互いの話聞いてどうでしたか？こう信じれるかなみたいな。あ、悩んでる。ユニバに行ったのは知ってるけど、それがハロウィンだったかどうか覚えてない。すごい。なるほど。でも今の反応は良かったなって思いますけど。そう、でもイギリスとか、そう、好きなのは知ってたけど、この時期に行ったかどうかは知らない。確かに。そうなんだ。面白い。難しい。ちなみにイギリス。旦那さんの話を聞きたい。あ、そうだ。あ、旦那、私幼稚園がアメリカの幼稚園だったんですよ。え、そのままその基地の中入れてて、それでその、周りの保護者さんたちとか行って、もちろんお母さんとかもいるんですよ。で、自分たちも仮装、かわいい。ちびちゃんたちがね、私もちびちゃんだ、幼稚園だった。その時はちびちゃんだったよね。で、それのなんかあっちってなんかアメリカンキャンプのテントみたいな大きいアメリカンテントがあって、うん、そこの玄関とかでピンポンして人のお家回しを回るんですよ。ここで来てほしくないとか来るなってちゃんと札貼られてて、英語で。で、はいはい、ここは入っていいところなんで、入ったら、ま、テント、ちろんでっかいテントですよ。横に大人がちゃんと立ってるんですよ。一歩踏み出すことで、この大人がお菓子が一番奥に置かれてて、これを取りに行くっていう、この、もう本当に怖かったなって思い出と。すごい。出たらなんかネバネバついてたから、あれ何だったんだろうって今まで思ってます。怖っ。めっちゃ怖い。本当に怖い。アメリカのクオリティマジで怖い。グロい。話が長いから本当っぽい。ちょっとね、ちゃんとストーリーがある。ちゃんとね。幼稚園児で向かないのよ。めちゃめちゃ怖い。どうだろう。誰が何を嘘ついてるのか分かんないですね、これ。ごめんなさい。私、ニャンキーさんと思ってる。そうなの？中学生、正直、洋服を着る知恵ないと思ってます。あ、中学じゃないよ。大人になってから、大人になってから。あ、そう、ここ 2年ぐらいの出来事、3年前ぐらいか。結構最近。コロナになる前で、で、私、超えたんですよね。なので、ぽちゃってしてしまったので、はい。すいません。ごめんなさい、勝手に中学生だと思ってた。なんでやねん。あ、そっか、ハロウィンイベント、大人になって行くってあんまりイメージないよね。行く、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 あ、よかった。中学生で聞こえちゃってたな。あ、そうなんだ。怖いな。分かんなくなってきて。あ、ルーさんどうしました？ご質問が。ナミさんにご質問してました。聞きたいね、私も分かる。ハロウィンを楽しむためだけにイギリスに行ったんですか？たまたまその時期だったんですか？いや、たまたまその時期でした。
滞在期間中にハロウィンが重なっただけってことですか？そうそうそう、そういうことです。それはもう、仕事で行ったんですか？それとも本当にプライベートの遊びで？普通にプライベートで行きました。遊びで。遊びで行きました。おー、あ、すごい。かっこいい。これ質問を私したいんですけど、この11月1日のイベントってどういったものだったんですか？あ、なんか、あの歴史でこのイギリスに革命をもたらした人がいて、でその人をなんか英雄として称えるために11月1日に花火を打ち上げるんですよ。だからその前日のハロウィンよりもその次の日の花火にみんな命かけてるから、命かけてる、いろんなところでババババババって、もうなんていう、中国のなんか爆竹みたいにいろんなところで花火が上がって、でみんなでイエーイってやるっていう。なるほど。です。私この3人の話聞いて申し訳ないんですけれども、ナミさんはちょっとだけ疑ってて、ナミさんじゃあもしかして知識として知ってるだけで、なんだろう、こうハロウィンはハロウィンで実はちゃんとイギリスで楽しんで、だってアメリカとかイギリス外国ってハロウィンの文化盛んなイメージだから、うん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 、なんかちょっと気になるなってそこが思ってるんですけれども、ナミさんちなみに誰を疑っていたりとかありますか？私は、ちょっと悩んでるんですよ。だから、レイちゃんがハロウィンの時期に行ってたかどうかっていうのと、ニャン吉さんの、その、いや、外で普通服破くみたいな。外じゃない。ほんと、あれ、なんか、届いてから破った。破ったって言いない。ハサミで切った。そう。でも、簡単ばっかりが。楽しかったですよ。3000円ぐらいしてから、ほんと、ってなって。アマゾンだったんで、ほんと、サイズ皆さんちゃんと見た方がいいです。フリーサイズとかやめた方がいい。ほんと。フリーはフリーじゃないからね。そう、フリーはフリーじゃない。もう狭かったです。いやー、確かに。待って。レイさん、実は行きたい憧れ、はい。議論時間は終了でございます。ヤギさん、どうぞ。はい。では、難しいけれども、投票の時間になります。はい。私がですね、3、2、1というふうにカウントを取りますので、狼、嘘つきだと思う方の名前を呼んでください。ツイキャスコメントの、ツイキャスご覧の皆さんもコメントでですね、誰っていうふうに残してくれたらと思いますので、よろしくお願いします。はい。では、決まりましたが、ね、皆さん、ポーズをお願いいたします。決まった方は何か、OK でも、何でも、ポーズをお願いします。丸。はい。では、いきますよ。いきます。狼、嘘つきだと思う方の名前を呼んでください。3、2、1。ナミさん。ニャン吉。私、多くない。ニャン吉って呼んだ人を手を挙げて。はい。ミレイラのフェタリーと、ミレイラさん。はい、3票入りました。じゃあ、ナンナちゃんは誰って呼んだかな？ごめんなさい、レイさん。あ、レイさん。で、私、ニャン吉はナミさんとお呼びさせていただきました。1、1ですね。では、ルルさん、私が3票です。お願いします。何してるの？何してるの？ニャン吉さんを追放して、村に平和が訪れたのか。人狼さん、カミングアウト！私が人狼でーす。負けたー。ナイス。ルルさん大丈夫ですか？どうしたんですか？何それは。怖い怖い、パーンとかしないですよねこれね。わかんない、ルルさん酔っ払ってるからやるかもしれない。やるかもしれないですね。番組の放送あと2分ぐらいでございます。はい、ありがとうございます。あ、どうぞ、ヤキさんどうぞ。あ、いいですか。まあ、コメントの方でもね、こういろいろ整理上がっておりますね。はい、まあ、こちら当てた人はいるのか、後でおまけ配信ありますので、そちらで拾っていきたいと思います。では、はい、2分半ということで、ミレイラのお二人、今後のやりたいことだったり予定していることとか野望とかをいろいろお話しいただけたらと思うんですけれども、お願いしてもよろしいでしょうか。やりたい曲とかね、ぜひ、ね、ぜひとも予定とか。野望。いつも私たちがお世話になっている G シェルターさんが来年すぐぐらいにちょっとなんていうんですか、閉まってしまうというか、あ、そうなの、そういうことがあるんですよ。なのでちょっとそれまでにそのなんかこうお手伝いしたり動画撮ったりこういろいろなんかこう2人でできることとか、まあ、いろんな人がこう巻き込んでできることがあったらいいなっていうふうに思ってます。めっちゃいい。マウス。ちなみに、レイさんは何か新
ったり。なんかずっとゆる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 続けてきたからなんか終着点はないんですけど、もうこれからもゆるくやっていけたらいい。いいですね。思います。今更ですが、イベントの告知を最後にお願いいたします。ぜひともお願いします。じゃあさせていただきます。はい、すいません。ですね、まず来たる11月の13日かなに、アニソンオーバードーズか、サウンズグッドさんで、内地からDJ シーザーさんとか DJ リサマルちゃんとかを呼んでイベントがありまして、そちらの、ダンスステージに出演させていただくことになりました。おー。で、それから、次、12月の、あれは5日ですか？に、私たち実は2人とも DJ もしてまして。すごい。そうなんだ。それで、ポイナイテオーディトリウムという、声優オンリーの、イベントがありまして、そちらに、出演させていただく、DJ として、出演させていただくことになりましたので、まあ、声優楽曲ではあるんですけれども、皆さんが楽しめるような DJ をやっていきたいなって思っているのと、12月にまたもう一つイベントが決まっている。私たちが告知していいのかわからないので、12月出るよっていうのだけ、お知らせさせていただきます。る。はい。あとは動画が多分2、3本ぐらい上がる。おお、すごい。あげたい。赤ん坊ね。希望があります。はい、それでは皆さん、また来週。ありがとうございます。